さんこんにちは、キャミーになりたい石川さんです。今日は毎日腹筋6日目なんですけど、山沢さんの2分間5種目の腹筋トレーニングをやっていきたいと思います。20秒やって10秒休みなんですけど、最初はまずね、ニートゥチェストで閉じて開いてを繰り返します。私は足が硬いので曲がったままなのですいませんが、頑張ってやっていきましょう。いきます。次はプランクですね。プランクなんですけど、足をこのようにこのように持ってやっていきます。いきます。やるような感じで、このようにふくらはぎをタッチしてやっていきます。よいしょ。本当はこれかかとらしいんですけど、全然きつくないですね。このように若干ひねりながら上げていきます。いきます。はい、皆さんお疲れ様でした。いや、腹筋結構きますね。で、私あの腰が痛いんですけど、あんまりね足を上げたりする動きできないなと思ったんですけど、ちゃんと腰を丸めるっていうのを意識したらいつもより痛くなかったので、あのね、山沢さんがねちょこちょこ、 こうアドバイスを言ってくれてるので、ぜひね、あの本家様の動画を見て参考にしてみてください。いやー、きついね。2分間でもでももうちょっといけた気もしなくもない。筋肉がついてきたのかな。で、今後なんかやっぱりね、腹筋トレーニングとか筋トレだけじゃねどうにもならないっていう部分が最近出てきたんですよ。例えばこの脂肪の量とかね、今までは順調に減ってた気がするんだけど、なんか今回ね微妙な気がするので、ちょっと今後食事制限も若干入れていこうかなと思っております。まあね、キャミーちゃんっていうのはムキムキなので、ムキムキにするためにはやっぱり食事制限しなきゃいけないわけですよ。ということで、舐めていたわけですよね。筋トレすればなるだろうみたいな。やっぱりね、脂肪の量とかちゃんと食事で制限して、無事ね、キャミーちゃんに早くなれるように頑張っていきたいと思います。ここまでご視聴していただきましてありがとうございます。ここまでご視聴していただきましてありがとうございました。そしてやってくれた皆さん、ありがとうございました。明日も毎日筋トレでお会いしましょう。